皆さんこんにちは、ナナムーです。あと皆さんに今日お話ししたいと思うので、ちゃんとね伝えたいことがあるのでビデオを回してます。動画いただきます。皆さんこんにちは。いつもはね、だいたいトラベル系の Vlog は羽田とか品川とかかなと思うんですけど、今日はね、なんと成田空港に向かっております。本当に久しぶりの海外で、ただ今回はですね、私の第二の故郷、小さい頃育ったハワイに久しぶりに行くんですね。本当に久しぶりだから本当に楽しみです。ちょっと本当にしか言ってないね。そうで、もちろんこの行きのね T シャツ7クラブ着てるんですけど、見えますか、ちょっと後ろすごいもう段ボールとかも持って、スーツケース以外にスーツケースも何個か持ってるんですけども、ママムーとね2人で行ってきます。久しぶりにこのネイルもついてます。本当に数日前にステージだったので、またそのステージのみんなね見てくれたら、だったので、まだこのねネイルがついたままね、ハワイに行ってきますけども、いやー本当に楽しみ。そうそう、なんでこんな荷物がたくさんあるかというと、今回ちょっと長めに、滞在しますので、ちょっと住むという感じでね、準備して、これから行ってきます。ました成田空港、めっちゃ久しぶり。いつも国際線も羽田多かったから、羽田が。この荷物見てください。さあこれからチェックインに行きます。わー成田だー、ワクワクする。こうやな、Oxygen masks appear. Emergency exits in front of and behind you. 脱出時に荷物は持たないでください。 Leave your baggage when you evacuate. 荷物を持つと通路を塞ぎます。 Carrying baggage will block the aisle. 荷物やハイヒールでスライドが破れ、使えなくなる恐れがあります。Baggage and high-heeled shoes may damage the slide. Thank you.
着きました着きました。何を落としたんだっけ私、何今ね、何を落としたんだっけさあ着きましたよ。あ、そうそうそう、さすがに段ボール、あの行きの時に皆さんに見せた段ボールはさすがにですね、あのちょっとこれは何っていうことでね、一応最後の最後に止められましたけども、ジャラムーンの英語力で乗り越えてですね、もちろん変なもの持ってきてないから、ただちょっと滞在が長いからね、あのボックスっていうか段ボールの人たちはみんな止められてるっていう感じで、 あとホノルルのっていうか、そのホノルルじゃない、ホノルルか、空港 あのトイレがめちゃくちゃ綺麗になってて、久しぶりに来たらびっくりしました。はい、今ウーバーに乗って向かっております。結局本当にほとんど飛行機で寝てないよね、なんだけどやっぱりもうこのハワイのエネルギーで結構いい感じ、元気っていうかエネルギー大丈夫な感じです、てか元気な感じです。ではではまた撮ります。皆さんこんにちは、ナナムーです。タイトルをね、サムネを見てくれたかと思うんですけども、少しね持っちゃったかな、いやでもね、ちょっと皆さんに今日お話ししたいと思うので、ちゃんとね伝えたいことがあるのでカメラを回してます。ナナムは現在、ハワイにいます。で、インスタでも先に投稿した通り、2拠点生活、ホノルルと東京の2拠点生活をスタートしました。ずっとね夢だったんですよ。っていうのは幼少期ハワイで、育っていて、まあ、大阪と日本ずっと行き来して、大阪と日本じゃ大阪とハワイをずっと行き来してる状況で、ハワイの学校、小学校に行ってっていう、育っているので、ハワイは第二の故郷として、もうずっとずっとずっと自分にとって特別な場所だったんですね。なんでいつかは、ハワイに住みたいと思ってました。ずっとずっと私の夢だったので、それが念願かなって、今こうしてママムと、一緒に、2拠点生活をスタートさせたというね、ご報告を、動画でねしたい、お届けしたいなと思って撮ってます。生活、の、まあ、ファーストステップとして、まずは少し長めに、今回ね滞在することにしました。でもその自分が小さい頃からしていたその生活、ハワイでのその生活、その生活としてのハワイで滞在をしたいってずっと思っていたので、まあトラベルな感じではないので、でも逆にそういう日常の様子とかも Vlog でお届けできたらなと思うし、トラベルで行く場所 とやっぱ日常での その過ごし方で全然違うと思うので、まあでも観光って有名なところもねもちろん行ってもいいけどね、はい、なので、まあ、とにかくハワイは私にとって、本当に心身ともにエネルギーチャージができる場所なので、まあ、小さい頃からゆかりのある場所なので、そこで、曲を作ったりとか、あとやっぱり内側をケア、しやすい、ちょっと子供が笛を吹いていて可愛いですねそういうウェルネスのこととかもさらに深めていきたいので、そういうことも合わせて、お届け動画でしていけたらなと思ってます。はい、まだ全然本当に全く予定はどんな場所に行ってとか予定は立ててないんですけど、はい、そんな感じで思ってます、はい、すごい気候がやっぱ気持ちいいね、風がちょっとこっちだと平気だよね、体がフィーリングの方に向かう感じですね。そうで、東京ではもちろんワンマンとかやっぱステージも、続けてもちろん行きたいと思ってますので、こっちでも活
けながら、また東京でね皆さんにお会いできることを楽しみにしてます。とりあえずは最初の、ご報告動画でした。ありがとうございます。